ヤフーオークション出品地のゼファー1100の外観の確認動画、右側行きたいと思います。まずはフロントフォークから、フロントフォーク、ひどい錆等ありません。気になるようなオイル漏れ等もありません。アウターチューブ、こちらも、目立ってひどい白カビ等もなく、とても綺麗です。フロントホイールですが、多少、汚れや、小傷等はあるものの、年式の割に、非常に綺麗な状態かと思われます。ローター部分も、目立ってひどい錆等ありません。ブレーキ、キャリパー部分、オイル漏れありません。ヘッドライトですが、こちらも、割れありません。特に目立ってひどい、ガリ傷や点灯傷、ひどい錆等も、ありません。比較的綺麗な状態かと思われます。メーターカバーですが、若干小傷はあるものの、全体的には、とても綺麗な状態かと思われます。割れ等はありません。こちら、ハイスローを使用しております。ブレーキレバーは、アルミの、レバーを使用しております。こちらですが、ヘッドライト HID が入っていますので、とても明るく、非常に綺麗です。外装ですが、こちらは黒のタイガーからということで、まずフロントフェンダーから、特に目立ってひどい傷や、割れ等はありません。非常に綺麗な状態かと思われます。こちらタンクも、目立ったエコボ、大きな引っかき傷となく、綺麗な状態かと思います。こちらサイドカバーですが、外観とても綺麗です。ですが、一箇所だけ、この辺りに、少し、クラック入っています。使用していて、特に問題はなかったので、そのまま、使用しております。テールカールですが、純正のタンデム付きテールカール、こちらも、割れとなく非常に綺麗です。シートは、純正のシートを使用しております。ひどい片付きや、破れ、などなく、非常に綺麗な状態かと思われます。こちらオイルクーラーですが、アクティブの、オイルクーラーを使用しております。コアガード、取り付けしていますので、コア部分、石飛びによりひどい損傷となく、とても綺麗です。ホースはメッシュホース、サイドマシを使用しております。こちらは、エンジンに当たる部分、ガードもつけてあります。保護材巻いてありますので、エンジンにも、良いかと思われます。エンジン周りですが、まずプラグホース、変更しております。ヘッド周り、一度磨いてあるようで、とても綺麗です。特に目立ってオイル漏れ等ありません。中間部分等もオイル漏れなく、下に垂れるようなオイル漏れ等もありません。ポイントカバーや、こちらのクラッチカバーなど、一度バフ掛けされているようで、非常に綺麗な状態です。こちらステップですが、こちらはストライカー製のバックステップを使用しております。こちらも、前オーナー様、新品を入れてから、それほど、期間が空いていないので非常に綺麗な状態です。ステップをご覧いただければ、分かると思います。ゴム非常に綺麗です。サスは、純正のサス、こちらは、非常に程度の良いものを、使用しておりますので、もちろんサス抜けなく、オイル漏れ等もありません。かなり綺麗な状態かと思われます。
マフラーですが、こちらは、旧車仕様ということで、4本出しマフラーを使用しております。現在、ゼファー1100で、非常に人気の高い、4本出しマフラーとなります。こちらは、新品のメッキのものを使用しておりますので、目立つ傷等もなく、非常に綺麗です。テール部分ですが、こちらはアルミフェンダーレスを使用。テール周り、とてもスッキリしていて、良いかと思います。リアホイールですが、こちらも目立った大きなガリ傷等ありません。綺麗な状態かと思われます。リアキャリパー、こちらもオイル漏れ等ありません。年式を考えて見てもらえれば分かると思いますが、新品パーツ等も使用しておりますので、非常に綺麗な状態かと思われます。後ほどエンジンの動作確認等も合わせて、動画アップしますので、そちらもご覧ください。以上、外観右側の確認動画でした。